当てはまった人、残念ながら転職は厳しいです。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は当てはまったら転職に失敗する条件4選について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。転職活動が人生を左右する重要な活動であることは言うまでもないですよね。正しい意思決定をすることができれば、より良い人生に進めることができる一方で、誤ったもしくは納得のいかない意思決定をしてしまうと、一気に悪い方向へ人生が進み始めてしまいます。ここで言う納得のいかない意思決定とは、本来定めていた転職の軸とは異なるポイントに惹かれて転職をしてしまう。転職活動中のあらゆる事情によって現状への不満や未来への不安が爆発してしまい、焦って転職をしてしまう。この2点を指します。特に後者の現状への不満や未来への不安から転職をしてしまうケースは、多くの方に該当するケースです。不安や不満から転職をしてしまうケースは、準備不足のまま転職活動を進めてしまったがゆえに、予想していなかった事態が起きて焦って入社をしてしまうという場合が多いです。当然のことながら、準備もせずに勢いで転職活動を始めて転職に成功するケースはほとんど存在しません。しかし転職における準備活動は多岐にわたり、なんとなくの準備では到底全てを万全に対策することはできません。そこで今回は、当てはまると必ず転職に失敗する転職の条件4選をテーマに、皆さんに最低限押さえておいていただきたい転職の条件をお話しさせていただければと思います。それでは早速本編に入っていきましょう。当てはまると失敗する転職活動の条件1つ目は、3ヶ月分以上の生活費の貯金蓄えがないです。転職エージェントと交渉を進め、求人にエントリーし、選考を進めて内定を獲得、そしてそこから入社までに約1ヶ月かかることが多いです。つまり最低でも約3ヶ月ほどは入社までの時間を要します。そのため最低でも3ヶ月分の生活費を確保しておかないと、経済的な不安からとりあえず急いで入社をしないとというような意思決定をしてしまいがちです。具体的には手取り額の3から4ヶ月分は手元に貯めておくことをお勧めします。もしこの金額を貯めるのが難しいという人は、転職活動を始めるのを延期するか、かなり忙しい毎日を送ることになりますが、現職と並行して転職活動を進めていくことをお勧めします。当てはまると失敗する転職活動の条件2つ目は、一次面接に進める求人数が5社未満、もしくは内定企業が2社未満です。当たり前のことですが、どんなことにおいても複数の選択肢を持つということは非常に重要です。転職活動において複数の選択肢を持つということは、入社できる可能性がある候補企業を複数持つということです。入社できる企業の選択肢がないまま面接に臨む人と、すでに入社できる企業の選択肢があり余裕を持った意思決定をできる人とでは状況が全く異なりますよね。さらに内定を複数持っている人材や選考が複数社進んでいる人材に対して、企業側はこの人は市場評価が高い貴重な人材だという判断をする可能性が高く、結果として内定確率が高まるという好循環に入っていくことができます。また内定先企業が1社のみの場合、この人はうちに何としても入社したいと思っているだろうから、多少条件が悪くても入社するだろうと面接官が判断するケースもあるため、条件交渉が難しくなる場合があります。2社以上の内定先を確保することで、より条件の良い転職を実現することができるということも覚えておいてくださいね。まずは一次面接に進める求人数を5社以上にするということを目安に、転職活動を進めてみてください。当てはまると失敗する転職活動の条件3つ目は、週3から4件以上の面接に参加する時間がないです。転職活動は入社までにどうしても時間がかかってしまうものです。面接のたびに1時間から2時間ほどかかりますし、週に数回の面接がある場合はそれに伴った時間の確保が必要です。転職活動においては1社につき最低2回は面接が実施されるケースがほとんどです。先ほどもお話しした通り、最低5社は一次面接を実施し、その後も選考が進んでいくことを考えると、面接活動だけでもかなりの時間を要するんですね。
勢いで転職活動を始めたものの、時間が確保できなくて転職活動を諦めてしまいましたというようなことが起きないように、転職活動を行う前の段階で時間を確実に確保しておくことをお勧めします。当てはまると失敗する転職活動の条件4つ目は、離職期間が3ヶ月以内です。離職期間が長くなると面接官はどうしても前職の退職理由や働くことへの意欲に対して不安を抱いてしまう人が多いです。当たり前のことではありますが、離職期間は3ヶ月以内に収まっている方が面接官に対して好印象を与えやすく、結果として内定する可能性を高めることができます。まだ前職を退職していない、もしくは離職期間が3ヶ月に収まっているという方は、この前提を忘れずに転職活動を進めるように意識してくださいね。そうは言うものの、すでに離職期間が3ヶ月以上経ってしまっている方もいらっしゃると思います。以前離職期間に関する動画をアップロードしておりますので、そちらを確認してみてください。まとめの前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では、転職を前提としない有料キャリアコーチングサービス、マジキャリを提供しています。理想のキャリアになるために必要な自己分析やキャリアの棚卸しを、プロのキャリアコーチが徹底的にサポートさせていただきます。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。また自分の市場価値に不安がある方に向けて、1分で完了する無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。キャリアに関する有益な情報を発信していますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。いかがでしたでしょうか。今回は当てはまったら転職に失敗する条件4選についてお話しさせていただきました。転職活動においては、適切で万全な準備が成功の鍵を握ります。転職の軸を定めないまま転職活動を進めても、転職を繰り返してしまうことは目に見えていますし、精神状態が不安定なまま意思決定をすることがないように事前に準備をしておくことも非常に重要です。なんとなく転職したいからというような理由で準備もせずに転職活動を始めてしまうことは絶対に NG です。ぜひ今回お話しさせていただいたことを前提に転職活動を進めてくださいね。この動画が良かったと思う人は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。取り上げてほしいテーマがある人はコメント欄も見てますので、ぜひコメントしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。